イケランドでジョンです。今回はねレジェンドリーグからやっていきたいと思います。クイヒールトライダーということでねやっていきたいんですけど、編成に関してはね以前紹介している動画と変わりません。昨日ね防衛がめちゃくちゃ良くてですね272で済んだんですよ。4回もね防衛が取れて38アップということでね、久しぶりに結構防衛で稼げて上がったなって感じで、配置がねあんまりないっていうのはあるんですけど、基本的にはね8分の6前回はマストで飛んでくるみたいな感じなので、まあ、こっちもね8分の6以上の成績を常に取っていかないとねプラスにはならないのかなっていう中で、1日にね4防衛もできましたというところでね結構嬉しかったですね昨日は。最後ねちょっとね320チャレンジまた来たんですけども、完全にね僕の自分のプレイングの方のミスでねボケちゃったんでね、ちょっと320達成ならずというところでした。クイヒーね延命しようと思ってねインビジブル使ったらシューター使ってたんですけどね、援軍が全部シューターの方行っちゃってちょっとねめちゃくちゃになっちゃったんですよね。それでそれでもなんか取れそうだったんだけどみたいなところあって、今日も 99% スタートということで、いいっすねプラス8が見えそうなところから始まっていくということでねやっていきたいと思います。はい、というわけでねやっていきたいと思います。この手の配置もよく見るなーって感じはあるんでね、まあだいたいよく見る配置はね取り方自分の中でね一つ形として持っておくっていうのは大事かなと思います。ということで浮き出すところまでスタートしていきましょうか。まあ、対戦だとやっぱり攻撃がね結構早くなってることもあって、ワンアタックの、ね、リプレイの間隔も短くなってると思うんだけどね、まあ、僕はそんなの一切関係ない環境でやってるんでね、レジェンドリーグというところ別に時間をかけた3分だろうが1分10秒で全開取ろうがね同じ トロフィー40ですからね。まあ楽に、なんだろう、幸せなことかもしれないですね。 5v5 でやってたらクイヒーなんて今できないからね、時間的な問題で。好きな戦術を好きなように使えるのは幸せかもしれないですね。まあ僕もそういう意味ではストレスなく、まあ楽しくできればいいなぐらいの感覚でやっております。まあまずはクイヒーこうやって入れていくんだけど、まあ僕の場合はオーバーグローという呪文ね、クイヒーながらも入れているっていうところで、このオーバーグローの呪文をねいい使い方ができると強いかなっていうところですね。はい、 HP 管理ギリギリまでクイーンの方見てあげつつ、ウォールブレーカー1回開けてあげることで真ん中まで開けれるようにしてあげる。で6時の方からキングも入れつつのスタートになっていくんですけど、まあ、キング流れないように特化弊社が一周流し て、まあ、普通なんだろう、この辺ドリルも入れてく人多いと思うんですけど、まあ、結果なんかね、まあ、僕は特化弊社の方が強いし楽かなっていうシーンも多かったなって感じですね。まあ、回収のウィザードも結構少なく、その分ねルートライダーの方の数を増やして6体編成でかなりごつく進めるっていうところもいいところかなと思ってますね。で特化弊社から出てきたねこのスーパードラゴンが結構強いことが多いんですよね。でオーバーグローに関しては、まあ、ルートを整備するときに使ったりとか、タウンホール越えた後とか、最近のルートライダーラッシュで真ん中にかけるやり方が出てきたじゃないですか。あれねクイヒーの時はねタウンホールを隠さないんだけど、タウンホール裏とかの施設を隠していくとめちゃくちゃ強いっていうことがねクイヒーでもね分かってきたんでね、それを結構やるようになってからね安定し始めましたし、最初ねオーバーグローってなんだろう、時間のためだけに使うものだと、まあ、軽くそんな感じなのかなとか思ってたんですよね。ヒールの方が強いんじゃねってパッと見て思ってたんだけど、リプレイとかいろいろアタックとかね見ていくうちにね、あオーバーグローのが明確に強いわヒールよりもっていうところがね最近分かってきた感じですね。で中央密集のタイプの配置、最近シューターも増えてきたかな。今までだと東海弊社9割ぐらいの使用率だったんだけど、シューターの使用率も2割ぐらいまでには増えてきました。まあ、環境的にやっぱシューターが使われなくなってて、時間的な問題だったりとか、まあ、対戦じゃなければまあまあ他に使う理由はねこうしてあるかなって感じもするんだけど、世界大会予選とかで使われた配置がそのまま使われるってなると、結構普通にシューター対策が甘いものっていうか、対策する必要がないものって言った方がいいかな、があったりとかいろいろできてきたんでね、シューターが刺さりやすかったりとか、あとはなんだろう、ウッドランチャーが刺さりやすい真ん中孤立のねインビジブルタワー陣とかも増えましたよね。あれはね美味しいっすね。
でここはもうオーバーグローで横打ち消しつつ食い火真ん中まで進めるみたいな目的で使ってって、ちょっと早かったね。スニゴブでここカットしようと思って、いや気づいてないです。ちなみに攻めてる時これルートライダーで穴開けしてし、そうするとキングの盾にもなるし、スニゴブのおかげでキングがそれないみたいな道を作りたかったんだけど、ちょっと余計な外周になっちゃいましたね。でルートライダーが消えてヒーラーがね映っちゃうと、でこれは結構落とされる瞬間だなってところだったので、クロークで一瞬でタウンホール落としつつ、うん、イーグルの方までクイーンは伸びてくれて、延命するかちょっと迷ったんだけどヒーラーもついてないんで延命したところでね、大したあれにならないかなっていうところなので、ここはインビジブルは本体の方に残していくような形を取りました。まあ、今回はクイヒーのサイドカットみたいな目的で使うオーバーグローになりましたかね。最近だとこういう使い方することはかなり減ったかなっていうイメージです、僕の中では。うん。で投下弊社から出てきたスーパードラゴンと外周ベビードラ合わせてスーパードラゴンのルートも作りつつ、まあ残しておいたインビジブルはこうやって使っていくことで最後の一押しに効いてくるということで、かなり安全に進めることができたかなっていうところ。まあクイヒーが落ちちゃったのはね、まあヒーラースライドしたんでちょっと、まあ、ある程度仕方ないかなとは思うんですけど、本体とヒーラーね、クイヒー近い位置から出すとこういうこともありえるんでね、まあしょうがないかなって感じですね。さあやっていきましょう。富士クイヒー、まあ、クイヒーやってて最近強いなーって思う施設が、まあ最近とかでもないんだけど、また超弾大砲って普通に強いよね。火力高いよね。ユニコーンとかされるし。あとはまあシンプルにモノリスっていうところ。まあ、超弾大砲とモノリスとおでん像ぐらいがやっぱ怖い防衛施設なのかなーと思ってて。マルチアーチャータワーはなんか火力自体は上がったらしいけど、わからんのよなー。多少は痛いんだけど、まずはウォールブレーカー開けてあげて、中央通すためのウォールブレーカー、うん、通していきましたと。で援軍もウォールブレーカーで釣れたんだけど、アイゴリ一体だけ出てきてない状況だね。でここもしっかりレイジが切れるようなタイミングでね、レイジ重ね掛けって結構無駄になってもったいないので、ここからルートライダー発進していきます。でしっかりストライカーもキングに合わせてあげて、キングには結構2枚合わせることが最近は増えてきたかなって感じで、まあ1枚ずつ合わせる、3体ねストライカー持ってきてるんだけど、まあ1枚ずつ合わせれば各ヒーローに対応できる感じなんだけど、クイーンで当たった時にほぼ使わなくて良くなってるので、今フローズンアローがめちゃくちゃ強いんでね、 HP の高いキングに2体で、もう1体は残しておいてクイーンかロイヤルチャンピオンかクイヒーで当たらない方に合わせてあげるみたいな使い方が多いですね。まあ3ヒール固まってる配置はそれはそれでいいんだけど、固まってない配置の方が多いじゃないですか、こうやって広がってる。ってなると大体その配分でストライカーを合わせていくと、まあどんな配置でもなんとなくいけるんだよね。でホーミングチェックに使わなくなったバルーンとか外周消して、ここのねオーバーグローがねまあ強いと。サービス終了編成で真ん中固め続けて外周部から削る時の感覚に近いですね。これは一度ここ消してあげて、まあタウンポイズンだったりいろいろダメージをね回避させて、一度体勢を整えることができるし、ヒーラーもついてることでね、これ余計あれなんだよね、サシューよりもヒーラーついてることで HP 回復できるっていうメリットがあるので、で帰ってきたところしっかりフリーズ合わせてあげーの、もう一回フリーズ残ってるのでフリーズ合わせてあげーのって感じですね。まあ、今回はロイちゃんの方の処理にストライカー使わなくてよくなったっていう、まあ、キングの方もクイーンの方もね入ったん でロイヤルチャンピオン能力合わせてあげて終了という形です。美味しいですね。さあ続けて見ていきますか。6時クイヒースタートの、まあ、とかこういうタウン真ん中の配置も最近多いっすよね。この手の配置もたくさん見るなーって、なんか明確になんか同じような置き方じゃないにしせよ、これに近いような配置って多いよね。で一見クイヒーのしづらそうなおでん像、モノリス、シングル IT、クランジョー、タイチクロスもかかってるみたいなところからクイヒーを始めてしまうというね、
なんか一見するとここ結構厳しそうじゃねみたいなところから始めると食い火意外と通ったりする。そこ通り越えるとまあ楽だったりするみたいな。反対サイドに投石マルチイーグルと長弾、長弾じゃないわ、マルチアーチャータワー、食い火しやすいのは完全にあっち側だよね。なんでそっちから行くのも結構ありだったんじゃないかなとか思うんですけど、オーバーグローというねゴリ押し呪文があるので、見てください、これゼロ火力にすることができると。でここからルートライダー発進で進めていくような流れですね。これ三次側の壁を開けることによってウォールブレーカーが真ん中にね突き進みやすいみたいな、コントロールしやすいみたいなところもありますね。でここでモノリスも現れるみたいな感じで、ポイズンターンの方も食い火ですることができて、まあこれ一回ね一呼吸置くことでねレイジ一発で済むんだよね、こういうところも。で反対サイドしっかりここはレイジトームとか入れてあげて、オーバーグローのおかげでね食い火にかかる負担が減ったので、まあ呪文がまあ結果的に温存されて、食い火の方じゃなくてルートライダーの方にも呪文が使えるっていう形ですね。シングル固めるフリーズの方が良かったかなとは思ってます。ルートライダーの延命にタウンホールと宝石の方を固めるような感じにしたんだけど、まあどっちでもいっか、記録あるし大丈夫でしょっていうところで、あとはインビジブルの呪文を食い火に打つのかロイヤルチャンピオンに打つのかみたいなところを考えてるところなんですけど、ぶっちゃけどっちでもいいなっていう展開になってますね、ここは。うん、いらなくなりましたね。キングも一応ガントレットね、ジャイアントガントレット残して回れてるので穴開けしてあげて、まあほぼロイちゃんとかもね能力残ってるので、あとは回収の状況ですね。残ってるユニット全部バーって適当に流して終わりです。ロイちゃんはそうだね、ホグブーメランをずっと使ってますね。まあ、僕は実装当初から言ってますがホグの評価がめちゃくちゃ高いです。なんか最近この配置もよく見ますね、シングル IT、 あーでも真ん中マルチなんだ。インフェルノタワーが3つ近くて、まあ、クイヒーこっちサイドやりづらいみたいな配置、テスラ知ってるんで、てかないことを知ってるんで、ここからもシュータス出しにしちゃったんですけど、本当はチェックなんかした方がいいっすね。バーバリアン持ってきてるんで使うべきかなとは思いますが、ないの知ってるよってことでね、ちょっとナーメップしてますね。この辺はねしっかりやった方がいいですね。 B から僕またちゃんと出そうかなと思います。でここね継ぎ目って開けてあげると、この対地クロスと先打ちしつつこうやって進むのでいいかなって。で外周部はベビードラカットとかするんだけど、これ継ぎ目で綺麗に入ることで中央入ってくれるんだよね。まあ、1回目からこのルート取れたんだけど、まあ、そっからずっと同じルートでやってます。でまあモノリスとかの横打ちうざくなってくるタイミングでここをこうして消してあげると、まあ、対空砲削るためだけのシューターみたいになっちゃってるから、くじキングにも焼かれるし、なんかこのシューターちょっともったいないかもね。中身なんか変えたり、あとキングのターゲット拾ってあげる何かしてもいいかもね。で6時の方からルートライダーインフェルノタワー3本ね狙いに行くような感じで、今回はキング外周部流してます。外周部にも防衛施設が結構あるので、これキング外周流したようなね使い方しても強いよねっていうところで、そういう感じです。まあ、毎回内側入れてくんじゃなくて、配置に合わせて外周部でもいいときは外周部でって感じですね。真ん中に結構火力の溜まった密集陣みたいな感じはガントレット中央で使えると強いから真ん中に入れてくんだけど、外周部が結構かなり広く施設も多いときはキングこうして外周を歩かせるのもありかな。なのでそういう使い分けができますと。で呪文はもう見たまんま一番いいここに打てばいいんじゃないかというところに打ってあげると。でゴブリンからのスニゴブ、一応時間差かけたことでね、ゴブリンが罠チェックしてからスニゴブ通すみたいな目的もあるんだけど、普通にクイーンが拾ってくれました。はい、さあこれも一見するとね、クイヒーそこから始めんのみたいなところからスタートするシングルインフェルノ、おでんぞうキング固まって援軍も出てくるようなねところから食い火スタートしていくんですが、ここから取っていくと、ATG 意識するならビザードの出すとこもうちょい
あえて金庫拾えるような投げ方した方がいいな、近い次から。あ、これね、いい援軍の釣り方できたなと思ったんだけど、一歩動いちゃったことでね、シングルインフェルノかぶるんだよね。で、これ慌てて次のシングルの竹取りに行ったんだけど、そこもうまくいかず、うまくいかんなと思ったらホーミングがありえないぐらい捨てて、あ、まあそれはそれでいいかと思いつつ。で、6時に特化兵士を置いて一気にスタートしていきます。ストライカーバネで飛ばされていく。で、ここでトームかけていくような感じですね。すべてのユニットしっかりかけつつ、ここでオーバーグローとかも入れてあげて、クイヒー2レイジで、ウォールブレーカー12時ついちゃったので、一旦時間差かけてあげてから中央通れるようにしてあげます。で、上の方をベビドラとホグまで追加したんだったかな、これ。なぜかというと、タイチクルスが内側のクイーンね、拾ってて、他の防衛説、アーチャータワー殴るときにかかんないから、アーチャータワー無料で取れるんですね、これが。ベビドラ投げたついでに。そうすると最終的にクイーンへの横打ちも減って12時も回収できるよねっていうところで、反対サイドはロイヤルチャンピオンの方にレイジかけつつ、テスラも結構こっち固まってますね。まあスーパードラゴンが東海兵舎から出てきてるんだけど、スーパードラゴンがこの辺のサポートをしてくれています。まあ中身としてはなんだろう、イエティとエレクトロタイタンとかでもね、この辺リクスケとかにも強いし、まあありかなってところなんだけど、好みの問題みたいなところもあるかな。壁を無視できるのがやっぱスーパードラゴンは強いところになったりするかな。これやっぱ12時のアーチャーターをほら切っておくことで、まあ、最後の回収ちょっとだけだけど楽になってる。まあどっちにしろブーメラン残ってるんであれなんだけど、切れるときにね、お得なコストでこれ切っちゃうっていうのはありかなと思います。ということでね、本日はこんな感じで終わろうとかなと思います。先生真似したい方はぜひ真似してみてください。兵器は最近この3つを持ってってますね。基本は透過兵舎を使って、タウンホール真ん中のインビジブルターンのやつあるじゃないですか。あの手の配置はほぼ。ランチャー以外使ったことないかな、あの手の配置は。ランチャーがぶっ刺さるのでランチャー使ってあげて、あとはシューターが刺さるような配置があればシューターを使っていくって感じ。援軍でもらう兵器はね、突撃艦を一応持ってはいるんだけど、ほぼ使ったことないですね。ここはドリルと切り替えてもいいのかもしれない。ワンチャンでもタウンホールに投げなきゃいけないシーンが来るのかもしれないみたいな感じでね。まあスーパードラゴンなんだけど中身は。多分ね、オーバーグローを採用してることによって、火力の高い区画に突っ込むのがね、そんなに怖くないから、火力の高いところに突撃艦を投げるみたいなことがね、ほぼないんですよね。だから、結果的にはもう突撃艦縛りでやっちゃった方が楽なのかなって。プランニング的にも。困ったらどうか弊社みたいな、十分それで足りてるしね。で、最近ねようやく結構以前までのねルートライダーよりも弱体化というか、明確にやっぱ落ちるようになってきたなとは感じてますし、防衛が増えてきたっていうのもあれですね。ルートライダーは相変わらずね、飛んでくる、めちゃくちゃ飛んでくるんだけど、守れることが結構増えた感じはある。まあもちろん当然取られることも多いんだけど、こうして見ていくとやっぱルートライダーがめちゃくちゃ多いですよねってな感じなので、ルートライダー以外が飛んでくることの方が少ないんだけど、まあ、ある程度、そこそこ守れるようになったっていうところなんだけど、守れてるやつがルートライダー以外だからな、微妙なんだよな。スーパーボーラーが2分の2で守れてますね。あとは、ルートライダーだけど、なんか、ラッシュとかじゃなくて、なんかこういうスパーチャとか、ちょっと変なことした人が、こけてる人が多いかなって感じで、ラッシュはやっぱ止めらんないよな。オーバーグローめちゃくちゃ強い。ってな感じですかね。まあ今の環境ね、このルートライダーラッシュを守れる配置がもしあるのであれば、それを使えばかなり強いんじゃないかなと思います。というわけで、ね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。